子どもたちに寄り添って、もちろんあの現地のスタッフの方々とも協力しサポートしながらですね、しっかりとチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。県庁で行われた派遣式に参加したのは、国や石川県から要請を受けた県教育委員会の被災地支援チーム6人です。支援チームは教員免許を持つ職員が一班3人に分かれ、第1陣は珠洲市と能登町の中学生142人が集団避難する金沢市のスポーツセンターに、第2陣は輪島市の中学生138人が避難する白山市の少年自然の家にそれぞれ派遣されます。現地では地元の教員の手が足りない夜の時間帯を中心に、生徒が過ごす場所の見回りなど生活指導に当たるということです。被災地の方々のニーズもまたお伺いして、連携して支援に当たっていただければ、児童生徒の皆さんたちのためにも、そして一人一人に寄り添って対応していただければと思っております。家族と離れて、いろんな思いもありながら、今生活しているところだと思いますので、勉強を、もっともっとしないと不安だったりっていうところもあると思うんですけれども、そこも必要に応じてできることをしていきたいと思います。派遣期間はあさってから今月15日までで、それぞれ5日間ほど業務に当たります。